シェリーン・ダイ・アンウッドリーはアメリカ合衆国の女優である。カリフォルニア州シミバレーで生まれる。母はスクールカウンセラー、父は校長である。また、弟がいる。5歳の時に初めてオーディションを受け、高校はシミバレー、ハイスクールに通った。15歳の時に両親が離婚し、また、脊椎側、腕症と診断され、強制具を使うようになった。 1999年にテレビ映画リップラッシングダットでデビューする。2005年にエイプレイスコールドホームでヤングアーティスト賞にノミネートされる。2008年よりテレビシリーズアメリカンティーンエージャーエイミーの秘密で主演を務めている。2011年アレクサンダー・ペイン監督のファミリーツリーによりナショナルボード・オブ・レビュー女演女優賞を受賞した。 ウッドリーは政治にも関与しており、2016年アメリカ合衆国大統領民主党予備選挙ではバーニー・サンダースを支持している。ウッドリーはサンダースの政策や正直さ、倫理観といったものを支持している。2016年10月10日、ノースダコタ州で建設中だった石油パイプラインの工事中止を訴える運動に参加し、Facebook を通して、 デモを実況していたところ、工事現場への不法侵入の容疑で参加者27名と共に逮捕された。2021年、NFL グリーンウェイパッカーズの QBE、アーロン・ロジャースとの婚約を発表した。ありがとうございます。